アロハアロハ。あのこれなんだけどよ。ん？日本語話せるかい？お、読めた？日本から来たの？大丈夫だよ。さあ乗って。助かった。行き先は？この住所なんだけど、わかるかい？ちょっと距離あるね。そっか、結構かかるのかな。ハワイは初めて？ああ。そっか、ようこそハワイ。楽しんでってよ。お客さん、日本から来たんだよね。俺も一度行ってみたいんだよね。日本人の客みんなにそう言ってんのかい？営業トークじゃないよ。本当にそう思ってんだ。日本はいい国、治安はいいし飯もうまい。ああ。でもそれこそハワイなんて地上の楽園ってイメージだけどな。一年中あったかいのはいいけど、まあハワイにもいろいろあるよ。ほう、そうなのか。実際ハワイじゃ日本人が人気だよ。いいお客さんだからね。昔はもっとたくさん来てた。あんたも今度は友達連れて大勢で来てよ。まあ今回はちょっと訳ありの旅だからな。それにしてもうんちゃん陽気だね。南国気質ってやつか。うん、よく言われるんだ、ノリが軽いって。けど俺も日系だからね。親父が日本人なんだ。そうなのか。で、母ちゃんがこっちの人？そう。そっか。じゃあ俺と一緒だな。へえ、そうなの。ああ、俺もこの前聞かされたばかりなんだけどよ。なあ、さっきの封筒もう一遍貸してくれる？住所を見たいんだけど。な？ああ。もう着くのか？日本で調べた時はもっと郊外だと思ってたんだけど。へえ、そっか。そのくらいは調べてきてたのか。オリナ。いやー、だから日本人大好き。ちょっとチヤホヤするだけでコロッと信用してくれるからな。手は挙げた方がいいのかい？いいよ、おとなしくしてりゃそのままで。まずは財布とスマホを出すんだ。言うこと聞かなきゃどうなるかわかるよな。撃つってのか？あんたが俺を？当たり前だろ。そうは思えねえから聞いてんだい。あ？確かにアメリカは銃社会って言うよな。でも面と向かって引き金引くってことがどういうことか分かってるやつはそういねえだろうよ。だったらなんだよ。あ、おい、撃つって腹決めてるやつは目を見りゃ分かる。多分あんたも経験すりゃ分かる。平和ボケの日本人が反撃してくるなんて驚いたろ。いい勉強になったんじゃねえか。
舐めやがって、いい気になってんじゃねえぞこの野郎。ありがね、全部お願いな。さっさと始めようぜ、俺の番だ。仕事してくれりゃチップも弾んだのによ。悪いが金は払わねえぞ。封筒返してくれや。封筒？住所書いてるやつだ。ああ、あれか。ん？なんだ？自首でもするつもりか？捕まるのはお前だ。はあ？おい！あ、そりゃ茜さんの！てめえ、吐き出せ！吐き出せって！おい！何の話ですかね、タクシー強盗さん。何だと？ Officer, help! I'm being robbed! This hoodlum wanted money.And she pointed a gun light at me. Oi, oi! まんまとそいつの言うこと真に受けてません？ Alright, alright, smart guy. Put your hands in the air and turn around! わかった！ちょっと待ってくれ！ Get on your knees! Right now! 今説明する！俺、ハワイに着いたばっかだ！強盗じゃねえって！ Yeah, unless that scumbag. I'm pissing myself over here. くそ、なんで俺が！まあ見やがれってんだ。 How the officer? That man is not safe. ボンボヤージの兄ちゃん。 Who you should be arresting is the driver. He is real safe. And if you need proof, I recorded the whole thing.